タバコを吸ってるジャニーズ。二重線アイドルは愛煙家だと公言しにくいイメージがありますが、中にはうっかりタバコ好きがバレてしまったジャニーズメンバーもいます。今日はそんな愛煙家ジャニーズを20人ご紹介します。1関ジャニート横山優。関ジャニートはヘビースモーカーが多いグループだと言われています。横山さんもかつてはヘビースモーカーでしたが、現在は禁煙中だと公表しています。テレビドラマオン異常犯罪捜査官東堂ひな子では喫煙シーンを披露していましたが、出演時には禁煙に成功しており、撮影のために久しぶりにタバコを吸ったそうです。2関ジャニート村上信五。ジャニーズ内でもおちゃらけキャラが定着しつつある村上さんですが、タバコを吸う姿が渋くてかっこいいと話題になりました。村上さんは横山さんに禁煙を勧められるもなかなかできないと話していましたが、2015年の舞台イフオアにて禁煙に成功したことを発表しています。渋いタバコ姿を気に入ってたファンも多忙な村上さんの体調を心配し、禁煙には喜びの声が上がっていたそうです。村上さんは生涯現役を掲げているため、これからも健康で活躍を続けてほしいですね。3関ジャニート大倉忠義。お父さんは鳥貴族の社長、彼女は女優の広瀬アリスさんでありながら、関ジャニ切っての問題児である大倉さんはあまり良くない形で喫煙者であることがバレてしまいました。2017年に大倉さんの裏垢だと思われるインスタグラムアカウントが流出しています。そのアカウントではタバコを机に置き食事をする大倉さんの写真が投稿されています。この写真で確認できるように、大倉さんはアメリカンスピリットライトというタバコを愛煙していることがわかります。これだけであれば他のジャニーズ同様に喫煙が発覚しただけなのですが、他の投稿にてメガネ屋の前でタバコを吸っていたところ、通りかかった男性にタバコの灰について指摘され、わあ風で流れていくしょ、殴りたいなどと投稿し、素行の悪さが露呈することとなりました。またその他の投稿として犬とツーショット自撮りを上げていますが、この犬が当時交際報道があったセリナさんの愛犬そっくりだと話題になりました。はたまた大倉さんはインスタグラムのみならずツイッターの裏垢も流出しており、交際報道のあった吉高由里子さんだと思われるアカウントとの親密な会話が流出しています。ファンとしてはいい大人だし、プライベートについては本人の自由だと思うが、あまりに多くの素行が世間に出回っている大倉さんの脇のうまさにがっかりしている人もいるのではないでしょうか。4平成ジャンプ薮宏太。流出により喫煙がバレたジャニーズといえば薮さんも有名です。こちらの写真の女性は当時交際中だった女性のようですが、タバコを吸いながら女性と上機嫌にタバコをカラオケを楽しむ姿はあまり好感度の高いものではありませんでした。またこの女性との交際中と思われる写真は他にも流出しており、キス写真なども流出しています。ジャニーズは恋愛が禁止されているわけではないとはいえ、こういった写真が何枚も流出してしまうとプロ意識の低さを感じてしまうファンもいるのではないでしょうか。5中山優馬。特定のグループに属さずにソロでの活動をメインとしてきた中山さんも喫煙者であることが報じられています。中山さんというとジュニア時代からの可愛げのある顔たちが印象的ですので、喫煙者というのは少し意外かもしれません。中山さんはドラマの撮影の合間に週刊女性によって喫煙姿を目撃されたそうです。仕事の合間のリフレッシュの道具としてタバコを吸われているのかもしれませんね。カプーン亀梨和也。ドラマの役でもタバコを吸うシーンが多い亀梨さんはプライベートでも愛煙家と知られています。デビュー当初のオラつきギラギラ時代と比較するとかなり雰囲気が柔らかくなった亀梨さんですが、今でもカラーグラスやタバコを吸う姿は見とれてしまうほどの色気がありますね。ちなみに亀梨さん愛用のタバコの銘柄はラッキーストライクだと言われています。どんなタバコでも似合いそうですが、亀梨さんに憧れてラッキーストライクを吸い始める人もいそうですね。スマップ木村拓哉。平成を抱いた男こと木村拓哉さんはヘビースモーカーと知られています。木村さんは数多くの作品に出演していますが、その中でも喫煙シーンが何度もありました。現代のドラマでは考えにくいですが、この時代はテレビでも当たり前のようにタバコを吸うシーンが流れており、喫煙率は男女ともにかなり高い時代でした。木村さんはその時代からずっとヘビースモーカーのようですね。木村さんの2人の娘さんがインスタライブにて
お父さんの直してほしいところを問われ、タバコやめてほしいってことだけかなと回答していました。ちなみに奥さんの工藤静香さんもかつては喫煙者でした。それにしてもタバコを吸っている木村さんは本当にかっこいいですね。ドラマの木村さんに憧れてタバコを吸い始めた人もいるのではないでしょうか。キスマイフット2、藤ヶ谷太輔、キス前の藤ヶ谷さんもたびたび喫煙シーンが目撃されています。以前は紙巻きのタバコを愛用していたようですが、現在はアイコスに切り替えたようですね。甘さと男らしさが両立している藤ヶ谷さんですので、タバコを吸っている姿も色気があり、がっかりという感じはないですね。スマップ中居正広、スマップ解散後も MC などで大忙しの中居さんも愛煙家です。中居さんはバラエティ番組内のプライベートシーンでも堂々と喫煙しています。中居さんはアイドルらしくないスター性が魅力のため、それでファンが減るということはないでしょう。また元ヤンとして知られており、芸能界での交友関係も広い中居さんですので、タバコを吸っていない方が違和感があるかもしれませんね。また中居さんはたびたびお仕事を休まれるなど疲労が溜まっているように思えるので、ストレス解消と健康の良いバランスをとってほしいですね。平成ジャンプ山田涼介、いつまでも若々しく、この前まで高校生役をやっていたような気がする山田さんですが、喫煙者のようです。本人の発言や写真が出回っているわけではありませんが、ドラマ撮影現場の喫煙所や新幹線の喫煙ルームでの目撃情報が何度か出ているあたり、喫煙者で間違いないでしょう。圧倒的イケメンの山田さんの喫煙姿が解禁される日が楽しみですね。嵐松本潤、国民的アイドルグループ嵐の松本さんはNetflixオリジナルドキュメンタリーにて、コロナ禍によって苦悩する場面にてワンオクロックのタカさんと対談する場面で、隠すことなく電子タバコのアイコスを吸っています。以前は普通の紙巻きタバコである丸ボロを吸っていたと言われている松本さんですが、健康を意識し電子タバコに切り替えたのでしょうか。タバコは禁止されていないとはいえ、令和の時代に堂々とカメラの前でタバコを吸うジャニーズの映像はかなり貴重かもしれません。嵐大野智、松本さんと同じ嵐のリーダーである大野さんも喫煙している姿が流出しています。嵐は昔から喫煙者が多いことで知られているので、大野さんが喫煙者だという事実はあまり驚きではありませんが、大野さんの場合は代表作怪物くんの撮影中に衣装のまま喫煙していたため少し衝撃がありました。ポップで可愛らしい衣装を着たまま疲れた顔でタバコを吸う姿は子供の視聴者も多かったことを考えると、あまり見たいものではないかもしれませんね。もともと大麻吸引疑惑などプライベートに謎の多い大野さんでしたが、ちょっとインパクトのある写真でしたね。嵐櫻井翔、国民的アイドルである嵐の中でも優等生というイメージが強い櫻井さんですが、喫煙者です。これまでも何度かタバコを目の前に置いている場面がカメラに収められていますが、現在は電子タバコに切り替えているようですね。嵐はもともと5人全員が喫煙者であることが知られています。櫻井さんはタバコだけでなくお酒好きでも知られています。第一線で活躍し続けてきた中で、私たちには想像もつかないストレスを抱えていたことを思いますが、体調には気をつけていただき、これからも活躍し続けてほしいですね。スノーマン目黒蓮、目黒さんもまた喫煙者ではないかと言われています。その発端は目黒さんのカバンが着っぱなしになっているこちらの写真です。カバンの中に見える物体が電子タバコの本体とそのタバコの箱に見えるというものです。喫煙している場面が撮られているわけではないですが、加えたペンの取り方が喫煙者すぎるとして、喫煙者説がより濃厚になりました。キング&プリンス平野紫耀、平野さんも喫煙者だと言われています。吸っている場面が撮られているわけではありませんが、机に電子タバコの箱を置いている写真が流出しています。キンプリはメンバー全員が喫煙者であると言われています。銘柄などは不明ですが、永瀬さんは電子タバコを吸う姿が目撃されています。イベントの休憩所や飲食店、ホテルなど様々な場所で5人むつまじくタバコを吸っている姿が目撃されています。人気者でありオーラがあるがゆえに注目を浴びてしまい、街中で気軽にタバコを吸うこともできない苦悩が本人たちにはあるかもしれません。TOKIO、永瀬智也、ジャニーズナンバーはワイルドメンバーといえば永瀬さんでしょう。永瀬さんといえばバイク、ギター、スケートボードなど
男らしさ全開の趣味が有名です。また髪型やファッションも男性から憧れる存在ですので、タバコがめちゃくちゃ似合いますね。 TOKIO のメンバーは全員が喫煙者で知られていますが、国分さんと松岡さんは現在は禁煙中と言われています。また城島さんも24時間テレビのマラソン挑戦時にタバコの本数を減らして挑んだそうです。 KinKiKids、 堂本光一、ジャニーズ永遠の王子様である堂本さんも喫煙者であることが知られています。ジュニア時代から圧倒的なオーラで王子様である堂本さんが喫煙中の画像が流出し、ファンに衝撃を与えました。寿司王子の撮影で都島を訪れた際は1日1箱以上吸っていたという情報もあり、かなりのヘビースモーカーであるようです。事務所の先輩である東山紀之さんの勧めでかつては禁煙に挑戦したそうですが、大竹誠さんやポルノグラフィティの新藤さんらと喫煙していたという目撃情報もあり、禁煙はできていないようですね。堂本さんは控え室等でタバコを吸った後、空気清浄機を持ってきてもらうようお願いしているなど、気遣いがあるのが素晴らしいですね。嵐、二宮和也、童顔の二宮さんが愛煙家と聞くとかなり意外性がありますが、タバコを吸う姿はかなり色気がありますね。現在はご結婚され、禁煙していると言われています。同じく結婚された相葉さんも、肺気胸を経験し、禁煙しているという情報があります。ストーンズ、田中樹、ストーンズの田中さんも思わぬ形で喫煙者であることが発覚してしまっています。ストーンズの YouTube 内の企画でメンバー6人でバーベキューをしている際に、田中さんが白い棒を加えているシーンが映り込んでしまいました。チュッパチャップスではないか。アスパラガスじゃん。という意見もありましたが、タバコの箱を手にしており、後に吸い殻のように捨てていたことを踏まえるとタバコで間違いないでしょう。実のお兄さんである田中幸喜さんが覚醒剤取締法違反で逮捕されたタイミングでの発覚であったため、批判する意見もありましたが、ファンとしては、想像通り、色気やばい、など肯定的な意見が多かったようです。スノーマン、岩本照、スノーマンの岩本さんは有名な喫煙者でした。喫煙場面が出回っていますが、岩本さんの魅力である男らしさを相まってとても似合っていますね。また同じくスノーマンである深澤さんと一緒に吸っている写真も出回っています。ファンもがっかりという感じではないのではないでしょうか。ただラウールさんがスノーマンに加入後は、ラウールさんが未成年かつタバコの匂いが嫌いということもあり、喫煙者メンバー全員が禁煙もしくは匂いのつかない電子タバコに変えたのではないかと言われています。最年少メンバーであるラウールさんのために習慣を変えることができるスノーマンメンバーの仲間意識が素晴らしいですね。